TSS 若木です。広島高速5号線のトンネル工事の報告に向けても動き、公社の方も動き出しているんですけれども、一方で住民の方やはり地盤沈下であったりいろんな問題、まだ課題としてクリアできてない懸念が払拭されていない中で、こうした工事に踏み切ったことへの反発というのも依然として大きいんですけど、改めて知事のご見解と、この事業に対する問題をお聞かせください。はい、この5号線については、シールド のこの工事に着手をするにあたっても、これからまだしばらくリードタイムが必要なものですし、住民の皆様との話し合いやそのご理解を求めていくということと並行してですね、進めていきたいというふうに思っておりまして、それもあって、この手続きはですね、開始をしたところなんですけれども、この行政として住民の皆さんの不安を解消するための方策というのは、できる限り我々としてはご提案をしているところでありまして、この 2.7 ミリを一つの、この管理値というかですね、としてしっかりと管理をしていく。これ 2.7 ミリって数字だけで言うとですね、2.7 ミリかと思われるっていうか、なかなか想像がつきにくいかもしれないんですけど、2.7 ミリってこういうもんですからね、これを管理するということ自体すごく大変なことで、で、この 2.7 ミリの仮に沈下が起きたからといって、直ちにこの建物に影響があるというものでも通常はないものですね。でそれはその他のさまざまな建築学会等々による一般的なこの敷地っていうのもあるわけでありますので、それを大きく下回るところでしっかりと安心いただけるように管理を進めていくということをご提案させていただいてますし、それでもやはり不安だと、実際に何か起きた時にどうするんだという不安もあることでしょうから、いわゆるこの通常の事業損失保証に加えてですね、土地開発公社が希望される方の土地の買収を、一定の地表面沈下が発生した場合にもですね、行うというような仕組みもご提案をさせていただいてます。なかなか従来のこの流れの中でですね、住民の皆様の何て言いますか、ご理解が感謝も得られている状況ではありませんが、我々としてはベストを尽くしたいというふうに思ってまして、引き続きこの丁寧にですね話し合いを進めながら、他方でこの早期の完成に対する努力ということもですね、進めていきたいというふうに考えているところです。関連の質問がある方はいらっしゃいますか。では他の質問がある方お願いします。中国新聞の樋口と申します。JR の連続立体交差事業について伺います。この度のですね、補正予算に府中エリアで、工事を準備工事にですね、仮線路の敷設のための準備工事に入るというのが計上、債務負担なんですけども計上されてまして、県としては4社合意を6月にされてるんで、それに基づいて事業を早く進めたいということだと理解はしておるんですけども、船越地区の住民というのは今署名活動されているように非常に反対がありまして、政令市なんで、政令市の部分なんで地域的にはその市が対応するところだとは思うんですけども、県も事業主体でありますし、今後この状況の打開に向けて、どういうことを県としてやっていく必要があるのかというところのちょっとお考えをお聞かせください。そうですね、すごく短くと言うと、やはり市と連携をしながら、この住
民の皆さんにご説明をしてですね、多くのご理解をいただいていくということですけれども、その内容としては跨線橋であるとか並行する街道の整備によってですね、街づくりにもちろんこの効果をもたらしていくという内容でありまして、それをそういった内容をですね、丁寧にご説明をしていくということかなと、何かこれも、常にこういう問題でですね、問われることですけど、何かこうマジックがあるわけじゃなくてですね、やはりやるべきこととかを我々としてしっかりとやっていくっていうことだと思ってます。船越の、結構多くの方は船越地区をこう下ろすんじゃなくて交換にしてくださいということを言ってらっしゃるわけですけども、知事として改めてそこの部分がやっぱりそのできないんだと、なぜそこできないのかというところを大まかでよろしいの、どういうふうにお考えなのか。これは市とそれから県と府中会多の4庁でさまざま検討した結果ですね、今ある、今ご提案申し上げているこの提案というものがですね、その事業効果の面であるとか、あるいはそのタイミングの面であるとか、コストの面でベストな組み合わせであるということでですね、進めていることであります。で、これはこの4社合意をしているところでありまして、それをベースに、我々としては進めていきたいというふうに考えているところです。最後にします。マジックがあるわけじゃなく丁寧に説明するということだったんですけど、これまでの多分、説明だと非常にその平行線になってしまうのかなというふうに思ってまして、例えば今住民の不安が強い部分というのは跨線橋やアンダーパスだと歩行者にとって非常にその便が悪いんじゃないかとかいう不安もあるんですけども、何かその今後協議やっぱり理想としては理解を得た上でというのが理想だと思うんですけど、何かそのプラスアルファで提案をしていく、若干修正をその効果を下ろすということはそのままにしても若干微修正していくとかいうことはあり得るんでしょうか。いずれにしてもその詳細についてはですね、今後その設計をしていくというような内容のことでありますので、その中で、住民の皆さんの、要望だとかをどう拾っていけるかっていうのは今後のことだというふうに思います。関連の質問がある方いらっしゃいますか。では時間が近づいてきたので次を最後の質問としたいと思います。朝日新聞日々と申します。JR の三江線の存続問題についてお伺いします。先日沿線の六市町の、首長が JR 西日本の、社長と面会して、その際に存続はかなり難しいというような認識を示されたようです。で一方で今後その利用規制同盟会の方はですね、総会を開く際に、島根と、広島の両県の知事を、呼んで支援をお願いしたいというようなことも言っておりますが、今後、知事としてですね考えられる支援は何かありますでしょうか。いやすみません、我々の認識としては何かこの支援をしてほしいということではなくて、この協議会というか皆さんの話し合いに参画をしてですね、一緒に考えていってほしいとこういうことかと思います。そういう意味でもちろんまだ具体的に何かこの協議会からお話があるわけではありませんけれども、このお話あればですね、もちろん我々も参画をして、検討に加わりたいというふうに思っています。
ということですかね。よろしいですか。具体的に例えば、はい、存続に向けてですね、例えば沿線の自治体とともに、例えば、公金をですね、つぎ込んだりとかっていう、そこまではまだお考えになったことはございませんでしょうか。ですから、その具体的に、この協議会の方からですね、もちろん参画してくださいという話もまだ来てませんし、その検討する内容についてもまだまだ今あるわけじゃありませんので、具体的にどうこうということはありません。関連質問はよろしいでしょうか。じゃあこれで知事定例会見を終わります。次回は22日火曜日の10時半から予定しています。ありがとうございました。